これ何が違うの？これどう、これ換気したいときはどうしたらいいの？これ壁。開けとくか。で、換気扇。怖っ。ちょっと待って、換気扇切ってこよう。怖い。お、止まった。よかった。原因が分かって。うわ、すごい。これショールームしてなかったらめっちゃ一人で怯えてたよ、はあ、人々はこのような恐怖に耐えて生きてるんだね、はあ、めっちゃ怖かった。換気扇掃除しなきゃいけない。え、換気扇ってどうやって掃除するんだ。ああ、ダメだ。どこの換気扇が鳴ってるんだ。え、台所の換気扇切ったんだけど。上の服と下の服のギャップ。そうよ、こんなもんよ、リモートだから。キッチン切った。いや、泣いてたよ、一人だったら怖すぎて。お風呂は、でもお風呂は24時間換気だからずっとつけっぱなしだよ。え、怖いんだけど。油汚れ換気扇に。でも換気扇に油を引いたりしないよ私。換気扇にカバーつけてない。えー、換気扇って油がついてるの。あ、蒸気で。はあ、引っ越そっか。引っ越したい。もう換気扇の掃除するぐらいなら引っ越したい。換気扇の掃除するぐらいならもう引っ越す。ちょっと一回アパッツ充電しよう。なんか通知が来た。 10% しかないですって。たたた、引っ越しするよ、なんとか遊びにおいでよ。はいはい。なんか
帯とか充電するとなんか餌をあげる気持ちになるよね、携帯とかに。換気扇どれくらいの頻度で掃除してる？みんなどれくらいの頻度で掃除してる？いや、メンバーで換気扇掃除してる人いないと思う。部屋が不発にっていて、排気を閉めると隙間から無理やり空気が入った音が鳴ってる。え、そうなん。置いた？絶対してない。メンバーでしてる人絶対いないと思います。一人暮らしで絶対いません。これはもう断言できる。そんなことできるわけないよ。意外とちゃんとしてないよみんな。だから多分してないと信じて。やだ、フィルター掃除とかちゃんとしてるんだとしたらもう無理。私は何ってなっちゃう。だって学校で習ったことないし。私だって実家でもさ、親がさ、フィルターとかなんかそういう排水口はあるけど、なんかを掃除してるとこに遭遇したことがない。今日、いや、グループの悪い話っていうか、違う、フィルターの話。フィルターを掃除してない、絶対みんな。え、無理。え、私と同じぐらいの女の子たちがフィルター掃除できるわけないじゃん。え？そんなちゃんと暮らしてる？みんな、フィルター掃除なんて。絶対してないと思う。え、今日私のメール取ってる人で、あの一日一猫運動のメールを見てくれた人は分かると思うけど、うちの家ほんまに掃除しないんだよ。でも掃除機使うの年に何回みたいな、片手で数える程度みたいな家なんですよ。散らかってるし。だからフィルター掃除なんて多分してない。親は、親がしてるの見たことないもん。だからフィルターは掃除しないんですよ普通は。この子の表情良すぎるよね。絶対しないと思う。フィルター掃除、フィルター掃除してる人いないもん。今パパからフィルター掃除してますけどってニャンスケの写真を送られてきたんだけど、ウケる。してないよ、だって。待って、ソラハから LINE 来てさ、コンコンコン鳴ってるの換気扇ついてるからだと思います、私もよくなるので、だって LINE 来てるんだけど。絶対ショールーム見てるじゃん。ウケる。なんでこんなに監視されてるの私のショールーム。あん、メンバーはいいとしても家族に見られたくない。いいけど別に。なんでみんな LINE してくるの私に。ソラは絶対フィルター掃除してるじゃん。ソラは絶対してる。待って、ソラハに聞いてみよう。ここで既読ついたらちょっと聞いてみるね、 LINE で。パパからフィルター掃除してますけどって LINE 来たのウケるな。にゃんすけ毛まみれやな。にゃんすけ毛まみれなんですけど。
あ、既読ついた、ソラハ返事来るかな。毛玉、うわ見てましたよバラーだって。なんとソラハフィルター、え、ソラハ一人暮らしだよね。そう、そう、うちしたことある聞いてみました。確かに、でもソラハも掃除してないから音がすんのかな。確かに換気扇絶対掃除してないと信じて、してるわけないもん。パパニャンスケが舞うから。あ、猫の毛がね。フィルター掃除ってエアコンとかだぜ。エアコンとかお風呂とか空気清浄機のフィルターはそりゃ掃除するけども、だって。どういうこと、意味が分かんない。どどこにフィルターを。今度フィルターつけててもコンコンなるんで掃除しなくても大丈夫です。だっていいんだって。え、フィルターってどこにやるの。いかん、いかん、ソラハまだ高校生とかだよな。えらいな。えらいんだけど JK、 ガバッて開けるところがあるんですけど、だってそうなのどこに、天井。でもさ、キッチンあっちなのにコンコンになってるの、この辺上の方だったの。なんで開けた、え、ガバッて開けたところの、開けたところにつけてます。ほう、探してみます。ヒントください。ヒントくださいってサラハに送りました。多分ヒントをくれます。お風呂場とかキッチン、キッチンを探してみてね、お風呂場を探してみてねみたいな。多分サラハがヒントをくれます。靴箱の中に鍵があるかも。あの音は修理案件。え、やばい。ダクトって何？あ、来た。ヒント来た、ヒント、ヒント来た。ああ、もう写真で送ってくれたわ。うわ、ソラハなんか輝きが違う。キッチンの拭いてる人だこれ。マジか、ありがとう。やってみる。え、キッチンの上開くらしい。ちょっと開けに行こうぜ。ほんまに開くんかな。開けに行こうぜ。
よいしょよいしょ。大丈夫これなんかいい。ここが開くらしい。え、怖っ、汚そう。どうやって、どうやって開くんだ、どうするん。あ、これレバー金具。金具固定のレバーを下げ、あーなるほどなるほど、こうここで開けれるんだ。うこわっ、え、あ、え、これかフィルター、ここか、この部分、こうだ。え、結構綺麗じゃない。めっちゃ綺麗じゃん。なんて綺麗なんだ。アイドルのキッチンなめんな。超綺麗だし。やっぱお化けの仕業だったね。うわ、アイドルのキッチンマジ綺麗すぎでしょ。なんだ、何の問題もなかった。モーター、いや、アイドルのキッチンマジ綺麗だったな。お湯沸かすぐらいにしかつかせない。え、うるさいわ。うるさうるさいな。綺麗で安心しました。見られてた。空がおもろすぎでしょ。めっちゃ綺麗だったわ。確かに揚げ物はしてないね。いや、パンドラの箱かと思ったら、本当は知ってて掃除もやってたんじゃないですかって。やってるわけないじゃん。知らないよ、フィルター掃除なんて単語。あれ、いやー、アイドルのキッチンマジ綺麗だったな。ソラハからのコメントです。肩がスケスケでエチエチですね、だって。あんあんって送っとこう。受ける、そうかな、そうかなって送っとこう。受ける、後輩。そらはちゃんにはまだ早いかしら。うふふ、あざといって。カップ麺、うどん、もやししか見たことないけど、確かに。下ジャージなら言わなくていい。まだバレてないかな、バレてないかな。
そらはちゃん思春期なの？いや人間は年中思春期だと思うんですが、みんなも思春期でしょ。まだ私もちなみにまだ思春期だけど、思春期、思春期、思春期100年時代よ。思春期が終わる予定なし。下ジャージというコメントを見てギャップ萌えってなりました。だってよかったね、みんなのコメントでギャップ萌えしてくれてよ。空幅思春期か、思春期か聞いてみた。え、どういうことがあれば思春期になりますか？だって。どういうことがあれば思春期なんですか、皆さん。教えて。多分このコメント欄見てるから、ソラハこのコメント欄にいるお兄さんたちみたいなことになったら思春期なんだよ。私エチエチの話は苦手です。そうだった、自分からエチエチ振ってきといて。エチエチの話は苦手です。だって確かにソラハにエチエチの話したら、ソラハもうそんなこと言ってみたいな感じになっちゃういつも。でも今回に関しては自分が振ってきたな。あ、思春期むずい。ソラハは立派な大人だということはわかりました。なぜならフィルターをちゃんとしていたから。偉いです。コメント早くなってる？やったー。だってかわいい。空跳ねるらしい。絶対寝ないよね。いい夢見れそうです。だってお疲れ様。
みんなの思春期は何だった？私の思春期は AKB だったかな。みんなの思春期は何だった？思春期ってまあマジレスするとさ、知らんけど、私のイメージでは小学校高学年から高校生卒業するぐらいまでの間かな、そんなイメージ。第二次成長ぐらいの時でしょ多分。モームス NMB 南野陽子部活尾崎ピンクレディモームス大場久美子さんラグビーとバイクとギターSTU キョンキョン中森明菜ウィンク部活 AKB おにゃんこサッカー松田聖子。思春期の恋愛教えてほしい、めっちゃ教えてほしい。私ファンの人の恋愛話聞くのめっちゃ好きなんだよね。だからもしあのまとめて握手会とか取ってくれた人いたんだったら、なんか中学生の時に好きだった女の子の話とかしてほしい。それがその恋が実ってようが実ってないがそれはもう関係なく、なんか好きだった女の子の話とか教えてほしい。口固いよめっちゃ。教えてくれないの？教えてよ。口軽そうだから誰に言うんだよ誰よ、言わないよ。いやもう本当に教えてほしい。だってさ、え、好きだったバスケ部の先輩の話え、してほしい。もうダメだ。話しながら泣いてもいいよ。めっちゃめっちゃ知りたい。メンバーに言わないから。あ、ダメだ、興奮してきた、思春期だから興奮してきた。あ、ダメだ、大学の時3年間同棲したって話。え、ダメだ、おー、ときめいちゃう。やっぱ作られたね、ドラマの恋愛映画もいいかもしれないけど、私はやっぱそのリアルを聞きたいの、みんなの。そうだからお話し会で教えて。あ、ダメだ、キャーキャー言っちゃう。え、みんなのもう二度と思い出さないだろうと思ってた恋愛を教えてよ。好きだった女の子の話、男の子の話。小学校の修学旅行での話。え、かわいい、まこと間違いないじゃんそんなの。お願い教えて。絶対楽しいから。修学旅行の夜だと思って教えてよ、私との話し会。え、本当に教えてほしい。どんな子が好きだったの？好きだった女の子は結婚した辛い話聞かせて。ダメだ、私もそれあまりにも感化されたらお話し会が全て終わった後にもう歌詞書いちゃうかも。あ、ダメだ、あ、死んじゃう、キュンとしすぎてやばい。もうみんなのコメント欄見てるだけで泣きそうになってるから今。ダメだ、
恋話でもいいよ、それを話していいんだったらね。私はただ聞くだけだから。全枠完売してたら、なんか全枠完売してたら、そういうその時はその時はもう、あ、私はみんなのお悩み相談室になるんだなって。嫁さんは同じ高校の後輩、聞きたいその話。ダメだ、もういろいろ聞きたい。みんな頼むわ、聞かせて、お願い。誰にも言わないから。自分が気になっていた子を友人が振っていた。うわー、聞きてーあー、聞きたい、聞きたい。大学の子の話でもいいよ、聞きたい。え、待って、もう、まお話し会まで待てるかな。私お話し会以外でなんとか聞けるチャンスないかな。でもお話し会じゃないと無理か。でもお話し会じゃなかったらあれだもんね、バレるもんね、みんなに。うわー、聞きたい。信じていいよ、誰にも言わない、マジで言わないよ。メールの返信で送ろうか。ダメダメ、表情込みで見たいから、口で。リア充の巣窟だった件、このコメント欄がそうかな、わかんないけど。え、でもリア充じゃない今のとこ。だってあの好きな子が友達、好きな子のことを友達が振ってたんだから。いや、その実った恋も実らなかった恋も別に実らせようとしなくて、ただただ好きだった恋も教えて。緊張してきた。そのテンションでお話し会行くね、私。それとか、あと聞きたいシチュエーションは、あと、あ、昔好きだった、高校の時好きだった子と同窓会で、再会して、そのあとその子はどうなってたかっていう話も聞かせてほしい、あったらそういうシチュエーションも求めてます。男子校、男子校だった人は、男子校だった人はどうしようかな。じゃあ男子校だった人は、まあ、自分の話でもいいんだけど、友達、男子校なのに彼女がいるあいつの話をしてください。いた？友達に。それか、もし自分が男子校だとして、でも彼女いましたって人は、塾なのか、まあバイト先なのか、その辺も教えてください。あと学校帰りに男子校の前で可愛い女の子が、誰か知らないけど、どっかの学校の可愛い女の子が待ってて、誰を待ってるんだろう、ざわざわっていうシチュエーションって本当に日本に存在するのか、それも教えてください。男子校の、私男子校っていうものをが香川に私の知る中でなかったからわかんないんですけど、男子校の校門の前で可愛い女の子が待ってるっていうことって日本のでありえるんでしょうか。
存在するんでしょうか、そういう世界線は。それも教えてほしいですね。あれは幻っていうか、テニス部の後輩にくっこくられて付き合った話聞きたい。ダメだ、大興奮、大興奮だ、私思春期だ。ダメだ、あの完全に今私の頭の中はなんだろうな、少女漫画読まないからな、うーん、アオハライド、君に届け、私が読んできた少女漫画がその君に届けとかアオハライドとか、あとなんだろう、ピーチガールとか、パパ見てるで、いいよ全然、これに関してはもう聞きたいでしょ、だってみんなも同じく。そういうイメージでいますけど、でもそういうのはさ、やっぱ作られたさものだけど、そのみんなのリアルを知りたいんだよね。うわ、社内恋愛とかもあるんですか。マジで知らない世界だ。ちょっと興味あり、いつか聞かせてください。面白くなってきたから延長しよう。延長とかじゃないんよ。延長とかじゃないんよ。延長したいけど、今はとてもとっても延長したいけど、延長とかじゃないんよ。はあ、そんなカラオケじゃないけん、カラオケじゃないけん、盛り上がってたら延長とかじゃないんよ。はあ、ダメだ、少女漫画読もう。いやでも少女漫画は読まない、ダメなんだよ、私はあのシャニ構え、まあ、思春期だからシャニ構えちゃうの、シャカマなんですよ、シャニ構えちゃって、はいはい、どうせね今モテないみたいな顔してる女の子も、メガネ取ったら可愛くなって学校一 の、のモテモテ男子に告白されて、なんで私がってなって付き合うんだなっていうひねくれた考えで見ちゃうんですよ。だからダメです、やっぱもうリアルを聞かないと。そう、ダメだ、向いてないんですよ。ひばりくんの靴履いてない、まだ。でも今日外で防水スプレーめっちゃ振った。だから履く準備はできてる。防水スプレーって履くたびに振った方がいいのかな、一回振ったらもうしばらくはいいのかな。ドラマはもともと可愛い子使ってるからね。そうなんだよ、え、めっちゃ思う、あれずるいよね。なんかさ、ジミ子がどんどん変身して最終的にめっちゃキラキラ女子になる物語みたいなのよくあるじゃないですか。あれもともと可愛いもん。だって
浜辺美波さんがどんだけもさっとした格好したって可愛いもん。あれはずるい、もうあれはずるい。いや可愛いやん、こんな格好をしても可愛いの。確かにもうそりゃモテるわ。あ、もうスプレーもう一回やった方がいいんだ、 2,3 時間おきに。あ、そうなんだ。いや、私もう現実とはってなっちゃうから。あかりが写真集見てる動画ツイートされたよ。あ、待って、今日ツイートしてなくない？引用リツイートしよう、それを。ランキング読もう。この公演、このユミリンの今私が引用リツイートするやつ、公演の終わった後に公演の椅子座席で撮りました。よし、ランキング読もう。近いし、ありがとう。あ、昨日31になった、ハッピーバークダハイ。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディア。あつ、あつ。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう、バスキンロビンス。31。やじげき、思春期で福ちゃんのこと好きかも。思春期終わっても好きだと思うよ。なっかー、ありがとう。うーた、推しメンからモテたい人生。モテてるよ。ふん。金本先生、お話し会に思春期のパパが現れるかもよ。どういうこと？みんな思春期だから全員そうじゃん。テリピー、ありがとう。アールアップ、今日は仕事でも最大限、ふくふく精神で頑張りました。今の仕事はきついことも多いので、スポーツだと思って汗流します。いいね、そのマインド。スポーツだ。どうも。感謝悪前立って、おめえ、嬉しすぎて尻尾が出てしまったわ。私も嬉しすぎて尻尾ブンブン振りました。ぶーちゃん、3月まで2クール分ぐらい長丁場やけど、お話し会で全部話すよ。本当に？嬉しい。絶対喋ろう。真面目に聞くわ。チロ、昔好きだった人の話は絶対にしません。だって今好きな人がいるもんねー。高弘、ありがとう。そして1位は、みけちゃん。ありがとう。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。鬼は外、福田はスタッチ、3度の飯はうどんで決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。まあちょっと皆さんのね、思春期話を聞きたいとは言いましたが、大丈夫ですよ。今一番好きな人に、やっぱ昔好きだった人の話とか、まあ、今好きな人の話とか、そういうのは緊張すると思うんですけど、やっぱ一番好きな人に。でも私はちょっと聞きたいので、それもお待ちしてます。そして感謝枠全日程開放、本当にありがとうございます。もうめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。お疲れん、小休みみんゼミです。本当に皆さんいつもありがとう。明日も頑張りましょう。またねー。
ありがとう。お疲れんかん。バイバーイ。ありがとうございました。